11月に行われるアメリカ大統領選挙。現職のバイデン大統領に挑む野党・共和党の指名候補争いは、トランプ前大統領とヘイリー元国連大使の一騎打ちとなっています。ニッキー・ヘイリー、Have you ever heard of her? I didn't know she was still campaigning. She's still campaigning?トランプ氏はアイオワ州、ニューハンプシャー州の予備選挙で連勝し、快進撃を続けています。一方のヘイリー氏は、ニューハンプシャー州で半数近い票を得たとして撤退を否定。And now we're the last one standing next to Donald Trump. We still have a ways to go, but we keep moving up. トランプ氏は混乱を生み出す存在であり、またバイデン大統領との高齢者同士の対決を阻止しなければならないと訴えています。まだ数多くの州で予備選が控えている段階で、すでにトランプ氏の指名は確実との声もあるのですが、一方で懸念材料も。性的暴行をめぐり名誉を毀損されたと作家の女性が賠償を求めた裁判で、裁判所が先週トランプ氏に対し、日本円でおよそ123億4000万円の支払いを命じる評決を下したのです。トランプ氏は SNS で、これがバイデン陣営の魔女狩りだとして上訴をすると表明。そして早くも始まっているのが、両陣営の舌戦です。トランプ氏は自身の健康をアピールし、大統領選の立候補者は全員が認知機能検査を受けるべきだと挑発。一方バイデン氏は、以前トランプ氏が戦死した兵士や退役軍人を負け犬と呼んだことに触れ、I call them patriots and heroes. The only loser I see is Donald Trump. 来月8日にはネバダ州での予備選を控えるアメリカ大統領選挙。なぜトランプ氏は支持を集めているのか。このままバイデン氏との再選となるのか。そしてもしトランプ政権が再び誕生したら、アメリカは一体どうなるのか考えます。はい、パクン、どう見てますか。いや、全世界が一番注目してる。そうですよ、ニュースというか、時事はこれだと思うんですよ、ね、今年一番の、ね、大きなニュースとも言えますよね、はい、言ってみればね。で、はい、僕も、もちろん、2015年大統領候補になったドナルド・トランプにもびっくりして、当選したドナルド・トランプにもびっくりして、複数の問題を起こした時もびっくりして、で1年前は、議事堂乱入事件があったから、次の大統領候補は違うだろうなと思ったんだけど、こうなった時もびっくりして、そうそう、もういつになったらびっくりしなくなるんだろうと思うんですよ。そうですね、終わってなかったってことですからね。そうなんですよ、この人は本当に不思議だなと思うようになって、次はこうであろうという予測は、少なくとも公共の場でやめることにしてるんですよ、はい、2016年に絶対ヒラリーですよって言ったのを、テレビで言ったら、テリー伊藤さんに丸坊主にされそうになったんですよ、お前言ったの違うじゃんって。パクはここの読みを外しまくってるっていうね。そうなんですよ、そうそうそう言ってみれば、世界がそうでしたからね、世界全体的に、主要メディアも含めてね、だから常識じゃ、説明しきれない現象なんですよ。そういうことだと思って、当初からその隠れトランプ現象みたいなこともありましたし、今ですから、もしトラというワードがね、もしもトランプ氏が選ばれたらってことですけど、かなり、言ってみれば現実味が出てきてるんで、日本のメディアにも大きな影響があるから、そうですね、これはもう見逃せないですよ、はい、聞いていきましょう。ではゲストをご紹介いたします。まずはですね、アメリカの永住権を持ち、2016年の選挙ではトランプ氏に投票され、たというですね、テキサス在住でいらっしゃいます、ビジネスコンサルタントの純子グッドイヤーさんです。純子さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。はい、こんばんは。そしてもう一方、アメリカの政治経済情勢などがご専門の住友商事会社ワシントン事務所の調査部長でいらっしゃいます、渡辺亮里さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。します。
よろしくお願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。なぜトランプ氏なのかっていう話にこれから進んでいきますけど、その手前でですね、一旦非常に興味深い数字がありますので、ここでご紹介しておきます。トランプ氏、ヘイリー氏ということで比べるとですね、圧倒的にトランプ氏ですと。一方でバイデンさんと比べるとちょっと面白いと、うんうん、トランプ氏、これ直近のデータで言うとですね、トランプ氏がまあリード、バイデンに対してなんですけど、ヘイリー氏もバイデンさんより高いんですよね。実は非常にですね、このヘイリー氏がここに来て注目されてきたということがあってですね、まあ、今回はトランプ氏の可能性が高いかもしれないけども、このヘイリー現象を一つ押さえておきたいと思います。渡辺さん、いかがでしょうか。そうですね、確かにヘイリーさんが上がってきてはいるんですけども、まあ、その背景にありますのが、他の候補者がですね、はい、どんどん撤退していく中 で直近ではデサンティス、フロリダ州知事がですね、撤退したことによって、デサンティス州知事を支持していた支持者がトランプとですね、あとヘイリーと分散したと。ただトランプの方もですね、実は支持率が上がってまして、となるとですね、やはりトランプの独走を止めるというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思った。やっぱトランプ氏がそのカリスマたらしめてるのは、今おっしゃった通り、そのパワーみたいなところなんですか。いや、すごいですよ。やっぱなんかトランプさん疲れはすごい多いと思いますよ。とても、というのはやっぱりポピュリズムの功罪というか、こういう仕掛け方するのかなっていうのに、やっぱりヘキヘキしてる方っていうのは周囲でもすごい多いですね。トランプはリアリティ TV の大スターだったし、その前はプロレスのプロデューサーなんですよ。だからショーを演出する才能はピカイチだと思うんですよね。でそのショーの主人公が自分になったら、それですごい有名になったんですよ。不動産王とよく言われてるんだけど、それよりもリアリティ TV 王で、なお世界に知らせたと思うんですよね。パックンが最初に問題提起した中で、また来たぞっていうね、感じがあるということでしたけど、実は遡ればですね、2020年の選挙結果に遡っていくと、つまりあの結果がおかしいんだと、無効だと言ったままですね、この4年間続いてきたということです、はい、ですから4つの裁判の被告になっているわけですけども、大統領候補としてね、いう意味で言うとですね、まあ、共和党のということになりますけども、まあ、それはいじめられてるんだと。要するに違うアメリカが2つ存在していて、もう1つ並行してトランプのアメリカが今もあるということがまたこう見えてきたとも言えるんだろうというところですね。純子さんは2016年に、まあ、トランプ氏に投票されたということですけど、どんな期待感を込めて、そして今どんなふうにお感じになっているのか、お聞かせいただけますか。はい、トランプさん批判というのはものすごく当時もありまして、で私当時はリベラル真っ青のワシントン州シアトルっていうところに暮らしてたんですね。でそうすると皆さん、ほとんど私の周りは、サンダースさんがいいって言ってた人ばかりでした。で実は私もサンダースさんが良かったです。で何が批判の対象なのかなと思って、トランプさん の演説って結構なんか、私選挙権持って初めての選挙だったので、全てほとんど全て見たんですよね。でいや、サンダースさんと似てるよって言ってた人がいて、その言葉が妙にこう頭に引っかかってですね、見たところ確かに似てるっていうところがたくさんあるなと思うことがあってっていうのと、あとはやっぱちょっとシアトルって不思議なところで、なんだろう、選挙の後も2020年の後もなんかもうこうなんだろう、独自なんか自治区みたいなのを作って暴れた事件があったの覚えてますかね、皆さん。日本でも結構話題になったチョップとかショップとかっていうので、なんかこの国は私たちが守るみたいなとか団結した事件があったんですけども、結構過激な人が多くて、私ちょっとそれにも疲れちゃってたんだと思うんですよね。ただやっぱり投票はしました。彼の元でこうアメリカ回っていくのを見ましたって見た時に、今よりは経済が良かったっていうところはやっぱりあると思うんですよね。こんなにインフレはひどくなかったし、雇用率も良くってっていうところは評価されていい反面、彼が分断を煽ったってところは無視しちゃいけないと思うんですよ。私すっかり疲れちゃったんで、2020年に関してはトランプさんには入れてません。日本も多分だんだんそうなってくるんでしょうけど、経済的に不安になればなるほど人間でストレスかかるじゃないですか。ストレスを抱えると派手で簡単なことを言う人の意見しか耳に入ってこなくなるんですよ。
だからトランプさんが未だに支持されるのもその通りだし、おそらく、まあ、これはその別に IQ が低いっていうのは、うん、頭が悪いって言ってるわけじゃなくて、ストレスとか経済的に不安な状況になると、はい、人間の IQ って平気で下がるんですよ、うん、20とか30とか、はい、で下がっちゃうとフェイクニュースをフェイクって見抜けなくなるっていう研究があって、うん、一番最初に見た情報を真実って信じちゃうから、はい、後からどんなそのトランプさんのそのやばい話が出てきたところで、うん、態度変えれないんですよね。自分が間違ってるって認められなくなるんで、はあ、だからなんかこれはもうその環境がトランプさんを推してるような感じしかしないですけどね、うん、なるほど。簡単で分かりやすいっていうことで言えばウクライナ支援の話ですね。まず真っ先に止めますと言ってますと、そしてなんなら去年5月ですけれども24時間以内に戦争を終わらせますと言ってますと、うん、いうことになると、えもしかしてトランプ氏だったらディールしてくれんじゃないのと、なんか止めてくれんじゃないのみたいなところに、まあ、どういう根拠があって言ってるのか分かりませんけども、まあ、そんなものも感じさせるような展開になってきたということですね。さあ夏野さんどう見てますか。いやこれ全世界の民主主義国家がみんな同じ傾向を示していると僕は思ってるんですけど、やっぱりネット社会になってですね、やっぱり格差の広がり方がそれ以前とは違う格差の広がり方になってるなっていうのは、これ日本もそうですしアメリカもそうですし世界中の民主主義国家市場経済がなってると思うんですね。でこれやっぱり20世紀の初頭はその工業化が一気に起きてですね、まあいわゆるマルクス主義っていうのが出てきて、あの頃はですね工場を作れるような資本家と労働者っていうのの格差っていうのが問題になって、で工場を作っている資本家っていうのはちゃんと働いてないのに労働者が作った価値の上の方を、これ剰余価値っていうんですけど、これをまあくすねてるっていうことでソ連という国ができてロシア革命になったんですけど、それも格差、つまり普通に働いてると同じ人間だったらそんなに差出ないんだけど、資本っていうものが出てきたことによってすごく格差がついたんですが、今ネットっていうのが出てきてですね、一人の人間でも才能があると大悟くんみたいにバーンと稼げるみたいなことが、でもこれ大悟くんは個人の力でやってんだけど、これがまたその20歳代前半で公開してもう一生使えないぐらいのお金が得られるとか、そういうものが山ほど出てくるとですね、そのそっちの道に乗れない人から見ると、でそれが大多数なんですけど、こんな社会おかしいんじゃないかっていう、うんうん、この思いがすごく僕は募っていて、うん、でも募っていても何も変えられないから、はい、じゃあ過激なこと言ってる候補者だったら変えてくれるかもしれないっていう、うん、そのどうしたらいいということはもう関係なく、はい、不満とか不安とか、うん、そういったものを一気に、まあ、吸収しているのがトランプさんなのかなっていう感じが、うんしますね、はい、経済的な格差じゃないんですよね。 SNS で見た時にやっぱり例えばインスタとか僕ら見ると楽しそうな写真ばっかり出てくるじゃないですか、うん、でもインスタ見る時って自分がつまんない時じゃないですか、なるほど、そうするとみんな大悟さんでもそうですか。僕そもそもインスタ見ないですからね。あまあでもね自分が充実している人はインスタ見ないっていうのはそうですそうですそうです、なるほどね、うん、増幅されると、そうすると実は大して変わらないのにものすごい格差があるように見える。あとは多分、ね、でもおっしゃろうとしてることは分かるんですよね。今はそのよりいい生活送ってる方の写真が毎日のように飛び交う。そうなんですよ。で一応調査によると一番メンタルに悪い SNS はインスタグラムって言って、自分の悪い時と他人のいい時を比べちゃうからかでこれに輪をかけて、多分さっき夏野さんがおっしゃったみたいにネットの問題があって、ネットって自分が興味がある情報が出るじゃないですか、はい、そうすると自分がしんどいとしんどい人の発信ばっか見えるんですよ。そうかでこうするとこんなにしんどい人たちいっぱいいるのに、うん、こんなにこうすごい生活してる人もいるってなると、うん、勝手に自分たちのグループはこんなに辛いのに、うん、あいつらのグループはこんなに生活がいいってなるんですよ。でこれでその自分たちのグループを守らないとっていうイメージが強くなるんですけど、はい、こうなってくると、これ確か2018年とかの調査出てるんですけど、そういうこう勝手なグルーピングが行われて分断が激しくなってくると、うん、その分断をさらに煽るリーダーが選ばれやすいっていう研究があるんですよね、うん、なるほど。ただねトランプって、うん、さんっていうのは、はい、究極のリア充ですからね、うん、究極の成功者でもうなんか得られるもの全部得ちゃってる人で、うんうん、その不安とか不満を持ってる人のシンパシーは一ミクロもない人なんですけど、はずなのに、なのに支持されるっていうのがすごい、まあ、その意味で言うとですね、トランプ氏人気の裏側せという意味ではバイデン氏が不人気なんだということもセットであると思うんですね。渡辺さん、まあ、このバイデン氏なぜ不人気なのか ABCD 問題の話お聞かせいただけますか。あ、はい、
そうですね、まあ、ABCD 問題というふうに私は勝手に呼んでるんですけれども、まあ、最大のですねバイデン、大統領の不人気の理由というのが、まずは A のですね、エイジということで、年齢ですね、81歳となる、バイデン、まあまあ、歩いてる様子などを見るとですね、心配になってしまう部分もあるんですけども、ちょっとつまずいたらニュースになりますからね。あと4年間いろんな、はい、まあ、対策を政権としても打ってはいるんですけども、例えばスニーカーを変えたり、搭乗されるエアフォースワン、大統領専用機でですね、階段を短いところを、登ったりとかいろんな対策はされてるんですけども、まあ、年齢問題というのが、まずは最大の、問題だと思います。でそれに加えて、まあ、経済、先ほどからおっしゃってますけども、経済自体はソフトランディングも見え始めてて、好調、堅調であるんですけども、パンデミック前と比べるとですね、やはりまだインフレ率はですね、例えばガソリン価格は高かったりとかですね、全米平均で3ドルを超えて、パンデミック前ですと3ドルを下回ってましたんで、そういった意味ではまだインフレ懸念っていうのは残ってると、まあ、貧しい人にはしんどいってことですよね。そうですね、はい、特に労働者階級の方々は、はい、でそれで、まあ、3つ目はこれやや強引ですけども、クロッシングボーダーといって、ね、移民問題、移民が大量に入ってきていることも、連日ニュースになっております。まあ、これ国内問題ですよね、バイデン政権、はい、そうですね、はい、で最後がディプロマシーということで、まあ、バイデン大統領というのは外交経験というのは、まあ、上院議員時代も含めるとですね、かなり経験豊富であるんですけども、まあ、現在のいろんな中東の紛争などを含めですね、その対処において特に若者が不満を抱いているというのが、うん、まあ、懸念材料としてあると思います。まあ、そうですよね、先ほどもありましたけども、ですからウクライナ、それからまあパレスチナ問題、積極介入しているわけですよね。かなりお金も使っていると。だけど、うん、泥沼化してませんかと。そういった時にトランプさんがさっき言ったみたいに24時間以内にリールしますみたいな話になった時に、まあ、どう考えるかみたいなところあるんでしょうと。僕もう一つあるのは、やっぱりバイデンさんっていうのはアメリカのいわゆる典型的な良識ある政治家のなんか典型みたいな人だと思うんですよ。体制の象徴的な存在、本当に常識もあるし、いい人だし、言ってることもまともだしそれが飽きられちゃってるっていうか、不信を呼んでる感じがするんです、はい、リベラル派の大統領の政治家が一番模範的な、で模範的な家だと思うんです。それに対してトランプさんっていうのは政治家としてはまあ、もうアメリカにはありえないようなめちゃくちゃな人なんで、うん、逆にそれが人気が出ちゃってるっていう、まあ、バイデンは面白くないですよ。その、まあ、2つのアメリカが全くもって相入れなくて並走してるっていうことなんでしょうね。っていうことだと思いますよ、で今、渡辺さんが丁寧に政策面の話を説明してくれたんですけど、トランプがこれって言った政策で大成功を収めた記憶はあまりないんですよね。パー君あれですよ、だから トランプさんをさいくら下げようとしたって結局、まあ、パックンは投票権あるかもしれないけど私たちないから、アメリカの人たちが決める話だから、でモシトラがかなり現実的になってきたからその時に備えた方がいいんですよ。もはやでも結局トランプ批判しててもしょうがない。結局根本的な問題はその選ばれる大統領 その選ばれたと何をするかっての選ばれた後しか分からないから、選ばれる前にでかいことを言ってもしかしたらそうなるんじゃないって思わせる、しかも記憶に残るトランプさんの有利になるのこれ当たり前で、現実的なことを先に言ってもしょうがないですよね。モシトラっていう、はい、もちろん考えなきゃいけないけど、さっき怒られる前に言おうとしてたのは、はいはい、バイデン政策は見えてるんですけど、トランプの政策が過去にもあまりピンとこないし、これやるよという考慮 は発表してないんですよ、具体的な政策。例えば 俺は戦争を止めるぞって言ってるんですけど、具体的にどうやって止めるのか全く説明してないから、俺はみんなに幸せな未来をもたらせますみたいな、漠然とした表現しかないわけですよ、あと俺はいじめられてるよ、応援してくださいというそういう訴えに終始してるから、これじゃあモシトラの備えようがないんですよ。いやいや、カオスに備えてどうすればいいかという話にしかないですよ、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。